次はイプセリアだ。イプセリア、ラグナイトの産地だな。いいんじゃないかな。イプセリアはヨーロッパ最大のラグナイト産出国だった。もともとルーシはユトランド同様に資源が乏しく国力も高くはなかったが、イプセリアを領土としたことで手に入る潤沢なラグナイトを交渉材料に列強各国を翻弄し、一気に頭角を現した。いわばイプセリアはルーシの心臓。そこをユトランドが奪う。ラグナイトを抑えることで今の疲弊しきったユトランドも潤っていくはずだ。逆にルーシは弱体化するってわけね。悪党だなお前は。そういう君の顔も相当の悪党面だぞバジル。大量のラグナイトが手に入るようになりゃ我が社の業績も右肩上がり間違いなし。バジルが儲けるだけじゃなくて、物価の高騰や品不足が目に見えて解消されていけば、ユトランド国民全体の意識も変わると思う。僕たちの望む方向に。バイオレット、イプセリアに4勝は？いないわ。イプセリアの住民とルーシとの関係はどうかな？主に感情的な面で。商売柄のつてで耳にするところじゃ、住民はまあ連中をよくは思ってねえな。帝国の奴ら力でイプセリアをねじ伏せた後、ご丁寧に当時の王族を処刑しやがったからな。一族老頭皆殺しってやつ。クローディアスのやりそうなことだけど、効果はできねえ。武力弾圧を恐れて領内でルーシへの反発の声はほとんど上がっていない。でも不満を抱いていないわけじゃない。僕の出番だね。怪文書をイプセリアにばらまくんだ。ルーシ帝国の悪行を暴き、全国王の名誉を回復せよという地下組織の激文さ。煽るね。まったく、お前の悪党っぷりも相当なもんだぜ。お褒めに預かり光栄だよ。イプセリアを揺さぶり、ユトランドを受け入れる土壌を作るか。いい考えだ。ばらまきは私に任せて。ユートランド国内への工作も引き続き頼む。戦意高揚のやつか。少し前にやっただろそれ。何度でもやるんだよ。戦争は兵士だけがやるんじゃない。国民の後押しがなくちゃダメなんだ。そういうことだ。アムレートも城下町を歩くときは人々の声に注意を払ってくれ。精鋭部隊の隊長である君への態度で国民の戦争への熱意を測ることができるだろう。くれぐれも愛想よくな。それお前が言う。分かった。よし、今日のところはこれで解散だ。そんじゃまお疲れ。これから忙しくなるぞ。綺麗な夕日、つい寄っちゃうよね。私たちのお気に入りだった場所。ああ、そうだ、アムレート、これから飲みに行かない？すまない、できるだけ早くタイ本部へ戻りたい。ちょっとくらいいいじゃない。不在を怪しまれたくないんだ。それにイプセリア攻略の作戦も考えないと。憎らしいほど完璧な言い分ね。じゃあまた今度付き合って。しばらく二人きりで飲んでないし、アムレートにだって息抜きは必要でしょ。ああ、絶対よ、約束したんだから。アムレート、あなたはね、私と飲んでも潰れない貴重な男なの。簡単には逃がさないわ。それじゃまたね、アムレート。
お家へ帰りましょう。私たちのお家へ。どこまで話したかしら。あら、手紙が届いていますね。それもまた歴史の一部分です。バナルガンド、神話に登場する巨大な狼の姿をした獣。そんな武々しい通り名をいただくユトランド軍の精鋭、アンチ・ヴァルキュリア部隊、ヨーロッパ解放戦争における英雄たち、その誕生の秘話をここで語りましょう。列強による締め付けはますます強くなるばかりですね。お父様もユトランド議会も開戦に消極的で、外交交渉も及び腰なものばかり。今こそ国が一丸となって戦わなければいけない時だというのに。姫様、陛下は何よりも国民の命が失われることを恐れておいでなのですよ。わかっています。ですが、そうして身を守っている間にも国民は苦しんでいます。輸入に頼っていたラグナイト資源が枯渇し始めたせいで、国民の生活にも影響が出ている。今立ち上がらなければユトランドは戦う力まで奪われてしまうでしょう。そしてそれこそがルーシの狙いです。ユトランドを病人のように弱らせ、列強を操る餌とする。ならば私たちはこのままこの国が弱っていくのをただ待っていてはいけないはずです。それなのに今の私には何の力もない。それが悔しいのです。姫様、失礼いたします。姫様、議会が開戦に向けて動き出したようです。え、突然どうして。この間までは反対派が大多数でしたのに。どうやら若手の議員が散らばっていた改選派の意見をうまくまとめ上げたようです。新聞でも主戦論のコラムが大きく取り上げられ、世論が変化し始めています。軍部にも列強各国の有益な情報が集まり始めており、どうやらこの国の流れを変えようとしている者たちがいるようです。グレンケア少尉もおそらくその一人かと。グレンケア、それはあのアムレート・グレンケアですか。彼はアンチ・ヴァルキュリア部隊の発足のために動いています。アンチ・ヴァルキュリア、ルーシの死神。
ヴァルキュリアに対抗するための部隊です。最新のラグナイト武器を導入し、個人戦闘技術に特化した少数精鋭の構成部隊、武器の特性を最大限に生かすため、ラグナイト適性の高いものを身分経歴問わず採用し訓練するそうです。アムレート・グレンケア自身も部隊に参加するつもりとか。階級やラグナイト適性の高さから言って隊長に任命されることはほぼ間違いないでしょう。姫様のご学友とお伺いしておりましたので、お耳に入れておくべきかと思いまして。彼が自らそんなことを。私は愚かでした。自分にできることは何かなど悩んでいること自体が間違っていたのですね。この国にはすでに立ち上がろうとしている者たちがいるというのに。ゴド、その部隊の発足はもう決まったのですか？いいえ、穏健派からの抵抗を受けているとかで。姫様？ゴド、ミランダ、支度をしてください。出かけます。ユトランド議会へ。オフィーリア王女はユトランド議会で開戦を支持する演説を行いました。若き王女の真摯な声は開戦に傾き出した世論に拍車をかけ、反対派の数は少しずつ減っていき、そしてとうとう王政は開戦を決意し、ヴァナルガンドの発足が認められたのです。アムレート・グレンケア少尉、近いルーシとの戦いに備え、余はそなたを注意に昇進させ、アンチ・ヴァルキュリア部隊の隊長に任ずる。はっ。この部隊の設立は我が娘の強い希望のもと成り立った。だが最初にそれを望んだのはそなただと聞いておる。はい、オフィーリア王女のお力添え強く感謝いたします。ルーシの暴虐は目に余るものと一国民として憂いておりました。このユトランドに対する非道な行いを誰かが解決してくれることをただ待つこともできたでしょう。ですがそれでは誰も救われないのだと私たちは考えたのです。感謝いたします、陛下、そしてオフィーリア王女、機会を与えていただいたことに。うん、そなたの愛国心頼もしく思うぞ。才気あふれる青年だ。そして目が覚めるような英気を放っておる。あのような若者がこの有事にユトランドにいることを誇らしく思う。彼であれば必ずユトランドを解放に導いてくれるだろう。はい、父上。オフィーリア、我が娘よ、愚かな王だと笑うだろうが、私はまだ迷っておる。この回戦は本当に正しかったのだろうか。彼のような将来を嘱望される若者をわざわざ七に送り込んだだけなのではないのだろうか。父上のお優しい心は国民にとって恵みです。ですが今はその優しさを剣に変えてください。それがユトランドには必要なことなのです。だが父上がお許しくださるならば、その役目この私がお引き受けいたします。それは一体どういう意味だね、オフィーリア。もう一つ私の希望を聞いていただきたいのです。アンチ・ヴァルキュリア部隊の編成には、徴兵検査により高いラグナイト適性を持つ国民が選出されました。
この僕にお呼びがかかるのは当然さ。社交界でも受講と女性の扱いにかけちゃ僕の右に出る男はいないって、そりゃもう大評判だからね。ま、格の違いってやつを思い知ってくれたまえ、君たち。徴兵される前は受講の設計技師。よろしく。サラは受講のデザイナーだよ。ねえねえ、武器の支給ってまだかな。可愛いのにしてねってお願いしたんだけどな。お願い？長く軍から離れてたんだけどよ、なんか呼び戻されちまってな。男だらけでむさ苦しい軍に戻るのかと思ってたら、美人さんがたくさんで嬉しいね。ま、よろしく頼むわ。また国内では海戦への機運が高まり、自らの意思で入隊を希望する者も少なくありませんでした。私は元教師よ。祖国を守るために志願したの。これからのユトランドを担う子供たちのため、ルシナンの根絶に力を尽くすわ。俺は本隊所属だったんだが、アンチ・バルキリアじゃ最新の武器が支給されるって聞いてな。どうせルーシと大一番するなら派手にやりたいと思ってよ。はーい、お待ちどうさま。ヘレナ・アンデルセンとおまけのブルム・トマソン、のさばる悪に正義を示すため駆けつけたわ。ちょっとヘレナ、みんな僕たちより先輩なんだから、そんな態度じゃダメだと思う。まあそんな弱気でどうするの。ブルム、軍人になったんだからビシッとしなさい。ビシッと。さあ最初の敵はどこかしら。どこからでもかかっていらっしゃい。うわー、やる気満々だ。やれやれ、まったく騒がしいね、庶民ってやつは。僕と一緒にいるからってはしゃぎすぎないでくれたまえよ、庶民のお嬢さん。へえ、言ってくれるじゃないあなた。でも大きな口が聞けるのも今のうちだけよ。スーパー庶民の実力見せてあげるんだからね。スーパー庶民？なんか全然すごそうじゃないんだけど。ちょっと賑やかすぎじゃない、この隊。なんか学校みたい。なーに、元気が良すぎて困ることはねえぞ。おっと、隊長のお出ましですよ。全員揃っているな。君たちは本日よりアンチ・バルキュリア部隊、通称バナルガンドの一員だ。全員がユトランドのために力を尽くしてくれることを期待している。挨拶は以上だ。早速だが、これより我が隊は初陣に。オフィーリ。その初陣、私も参加いたします。何の冗談だ、王女が前線になど出られるわけ。父を説得して回りました。彼がその証拠です。ゴドー・ビルフォルト少尉です。アブレート隊長の副官兼オフィーリア王女の護衛として配属されました。王命により殿下の戦線参加の条件として部隊に加わらせていただきます。オフィーリア。お断りします。まだ何も言っていない。その顔を見れば分かります、反対なさるのでしょう。ですが私はもう決めたのです。海戦派の後押しをしてあなた方を戦争に送り出すのはこの私です。その私がどうして一人で城の奥にこもっていられるでしょうか。あなたが言ったのですよ、アムレート・グレンケア。ただ待つだけでは誰も救われないと。国民の苦しみを払うために犠牲が必要だというのなら私も共に戦います。犠牲となる国民を一人でも多く減らすために。ちょっと本気？思ったより大変な任務になりそうだな、こりゃ。西暦1852年11月6日、
死神に抗うユトランドの牙にして鋭く研ぎ澄まされた滞在人たちの復讐の刃、アンチ・バルキュリア部隊はこうして誕生しました。後の活躍についてはあまたの戦士や伝記などの書物に記されている通りです。